鳥刺しは、鳥餅などを使用して、鳥類を捕獲する行為、および、それを制御とする人。古くから職業として成立しており、イソップ童話やモーツァルトのオペラ、魔キなどにも登場する。また、狩猟の仕草を、踊りや舞いにした、伝統文化が鳥刺し舞い、鳥刺し踊りなど各地に存在する。鳥刺しが使う代表的な道具は、餅竿と呼ばれる先端に鳥餅を塗った。 長い竿で、これで小鳥を刺すことで捕らえる。このほか、鳥持ちなどで罠を仕掛けて、お鳥や鳥笛、口笛を巧みに使うことで鳥をおびき寄せて捕まえたり、霞網や吹きや猟銃を使用することもある。江戸時代の日本においては、鳥刺しは鷹状に使えており、鷹の餌となる小鳥を捕まえていた。また、鳥刺しを題材とした、 カードゲームや子供の遊びも行われていた。鳥刺しは、制御とする者以外にとっては、魚釣りと同様に趣味と実益を兼ねたレジャーであった。刺した鳥は食用、または鑑賞用にされ、目白やウグイスなど声や姿が美しい小鳥は、多くの愛好家が存在する。ただし、現在の日本では、鳥獣保護法などによってりに野鳥を取ることは、禁じられている。 持ち竿を持った鳥刺しの振る舞いを真似た鳥刺し舞は伝統芸能として各地に伝わっている。長崎県雲仙市の旧国道区で伝わっている。顔に放火無をし、裸に吸ふんどしを独特の締め方で巻き、竿を持ち、鳥を刺す様子を再現した踊り。1747年神代鍋島家八代当主、鍋島茂教皇が、 鍋島家の佐賀本藩の名城として上落した際に踊りを習ったのが始まりとされている。沖縄の伝統芸能、京太郎の芸の中に鳥刺し舞の踊りがある。長い竿を持った姿を描いた浮世絵として、一世一代、坂東彦三郎平子レシゲ、鳥刺し、パ八中村歌右衛門、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、浮世絵閲覧システム。 登場主演編、児童体育遊戯法、1888年、鳥刺し踊り、再鳥刺し石倉鳥刺し舞。ありがとうございます。